南バスカイオは大阪市中央区南波にある複合商業施設。南海電気鉄道がかつて本社を置いていた南海海間ビルの跡地に建てられた超高層ビルである。関西国際空港を沿線に持つ同社は2027年度までの経営ビジョンと中期経営計画、競争136計画において近年増加傾向にあるインバウンド客に向けた南馬地区の 国際観光都市としての発展と都市機能の充実を目的としたグレーターナンバ計画を推進しておりナンバスカイオはその一翼を担っている計画当初は新南海海館ビルという歌唱だったが2017年に行われた一般投票によりナンバスカイオに決定した名称の由来として関西国際空港に直結するターミナルであるナンバのランドマークとして 世界の空と大阪の頭文字や地球の形状を表す王を組み合わせており、世界中の人が大阪に集い国際交流の輪が広がるようにという意味が込められている。地下1階から9階の低層部は飲食店や金融、商業サービス施設が集積するエリアである。法日外国人が関心を持つ日本の伝統、文化や健康などをフロアごとにコンセプトとして設定しており、 大阪市内に本社がある造印魔法瓶が運営する食堂や南海沿線である、堺市の伝統産業である、堺刃物の企業などが店舗を構えている。また医療ツーリズムにも対応した医療機関も併設しており、法日外国人旅行客を取り込む施設づくりを行っている。13階から30階までの高層部は、コアアーキングスペースなどが入居するオフィスゾーンとなっており、 梅田や淀ド橋など、同じ大阪市内と比べて、オフィス街の側面が弱い南において、ビジネスの拠点強化を目指している。ありがとうございます。